よいしょ。そう、食品サンプル。ね、入れますよ、ジョボッと。これさ、お湯の量は関係ないのかな？お湯の量は浸せるぐらいかな。熱いのでゴム手袋をしてくださいだって。大丈夫だよね。で、これをビールのパックを入れるでしょ。で、これも入れると、熱い！やっぱビニールした方がいいかな。泡パックはそのままして、これを、これをこっちにすると。はい、入れました。だからさ、熱くなきゃいいんじゃないの？細かくないあなたたちっていちいち。何でもかんでも。私が熱く、今熱くないから大丈夫でしょ。あ、でも固まってきた。すでに。なんかゼリーみたいになってきたね、ほら。混ぜ合わせた方がいいのかな、こういう感じで。ちょっとハサミが必要かな、これ。よいしょ。これチョキチョキします。さあ、どうでしょう。全く出てこないんだけど、どうしよう。もっと切った方がいいかな。いや、固まっていいんじゃないの？だって固めるんでしょ、これ。硬くなっていいんだよね。固めますって書いてあるかな。もう硬くなって、じゃあこっちに戻すってことまた。またお湯につければ溶けるってこと？あ、溶けた溶けた。溶けてきてる。だから今度さ、微妙な具合なんじゃない？結構繊細ね、この子ね。だから固まっちゃダメだし、固まんなくてもダメだし、みたいな。ちょっともう一回置いとこう、ちょっと。スピードが命だね。パパッとやんなきゃダメだね。じゃ次ちょっと緩くなったらもうパパッとやるからね。オッケー。もういいんじゃね？こうやってピャッつってね、こうやってね。チャッチャッチャッつって。はい、これでいいんじゃね？もう。はい、オッケー。ほら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 、ほら。よさげじゃね？あら、なんかブリブリって言っちゃった。3センチから4センチってこんぐらいかな。もっとかな。だ、これをここにこう入れちゃえばいいんじゃない？ぶっちゃけね。こうやればいいんじゃない？これ溶かせばいいんじゃない？ほら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 。ほら。良くなってきた。そういうことよ。で、ここでこうやって混ぜればいいんだ、こうやってね、こうやって。うん、ほら。良くなってきたよ。
やっべ、これもう固まりすぎちゃってね、これ大丈夫？ちょっと待ってね。どうしよう、ね、ちょっと洗うか、とりあえず。洗っとけ。洗って、で、またここに入れればいいんだよ、こうね、こうね。はい、こう入れますと、冷やしますとね。はい、オッケー。あ、いいじゃん、いいじゃん。はい、じゃあ、オッケー。で、スプーンで混ぜて、泡を入れるだって。お次。泡を作んなって、スプーンで。かき混ぜると泡になると。あ、泡になった。ねえ、ビールっぽくなってきたね。それで、次の工程ですね。表面の整え、ビールが固まったのを確認しますと。え、どういうこと？あ、全部入れちゃう。全部入れんだ。全部入れちゃっていいんじゃないのこれ。全部入れたわ。あ、やだ。ちょっと待って。よしよし。で、かき混ぜるとね。オッケー。よし。それでこれをかき混ぜるんだね。あ、泡、おぉ。泡っぽくなってる。なんかうまそうになってきたね。おぉ。いいんじゃないですか？あ、いいね、いいね、いいね。かなり良くなってきた。はい、と。全然平らになんないよね。こうやって図で書いてあるけど。ガチガチで固まっちゃってんだけど、どうやって溶かすのこれ。お湯に入れてあげて。いや、お湯に入れても溶けないんだよ、高さ的に。どうすんのこれ。いいんじゃない、平らにしなくてもいいんじゃない。 OK だよね、別に。目安であって OK。じゃ、この泡を。でも全然固まんないんだけど。時間かかんのこれ。このまんまでいいの？この状態で？こんなにデロデロで？オッケーオッケーオッケー。じゃ、この状態で入れますと。はい、揉みましたと。それでもう入れちゃっていいのね。あー、やった！あー！ちょっと待って。あー！ちょっと待って。もう！あー、やだ！あっち行っちゃった！もう最悪。わあ、もう。だ、これを絞ってあげればいいんだよ、こっちでね。こうね。こうやって絞ってあげればいいね、こうね。もったいないかな。絞って入れてあげて。ちょっと待って、もう大変な事態が起きた、ほんとに。緊急事態。どうしよう、ちょっと一回手袋外そう。
どうすりゃいいんだろう、これ。だこれを、ちょっと待って、これを入れんの、ここにまた。さ、明らかに量多くない？これまたはみ出ん、だから平らなんだ。泡がちょっとね、コップからはみ出すぐらいの方が美味しいのかな。ちょっと待ってね、集中させて、またこぼれちゃうから。なんか非常に微妙ね。なんとも言えない作品が。でもまあ泡だよね。ビールの泡っちゃ泡だな、この感じね。うん、気泡をまた入れた方がいいのこれ。マーブルのとこはここね、これ残念だよね。ここ見せなきゃいいんじゃない？ここあたりを見せればいいんじゃない？こういう風に。ここをまっすぐ入れる理由はそこだよね。こういう風になっちゃうの、まっすぐここを整えないと。もう段々になっちゃうとかね。こっから修正を、綿棒で修正してあげればいいんじゃない？私のテクニックで。どう？綿棒を用意しますみたいな。な？プロの技を見せてあげるよ。さっきより良くなったんじゃない？そう、泡多めで、ね、私結構ビール泡多め好き。あー、ここまで信じ、こっちはやっぱ見せない方がいいな。これで固めればビールの完成ということで、一つ目できました。じゃあこれで、このテープでいいのかな？まあ、確かに見えないよね。確かに見えないがそのまんまでいいんじゃない？この裏と裏につければいいんでしょ？こうやってね。裏に一枚だね。で、ここに合わせる感じかな？真ん中に。こうだね。こうだね、まず。こうやって、トン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 。そう、意外とね、私、丁寧な時は丁寧なのよ。そう。丁寧な時は丁寧な仕事すんのよ。な？器用なんすよ、実は。で、真ん中に貼んなきゃ嫌な病気とかあるよね。でも、中心点を出すのが得意な、ここなんだよ。これなんで真ん中、ここね。結構、この、空間認識能力がすごいからさ、私ね。ドンピシャで出せんのよ。これとかもピュッとね、もうここだよ、真ん中、ほら。な？ちょっとずれてるかな、こっちに。こんぐらいかな？うん。ね？で、これでホールケーキみたいにできましたよ、と今。OK？
じゃあ次のステップ2。おはよう。りょうたもやるこれ一緒に。何？え？いや、ちょっとお風呂入る。あ、風呂入る？うん。いいよ。だから私と一緒で叫びすぎてこれ声ガラガラになってるのかな、みんな。ガラガラ。私もめっちゃ喉痛いんだけど、今日。痛い。ん？声。痛い。え？痛い？何？何が？喉痛い。腫れてる？喉痛い。痛い。炎症ちょっと起こしてるかも。口。その声。うん。どうしたい？きつい。どうかね。え？なんだって？起きたばっか。起きたばっか。頑張りたい。なにそれ。朝からしてた、おいしい。ん？してる？まだまだ定時でもあと1時間あるから、今日はね、この食品サンプル作って、これビール。あ、ほんと？見て、ほら。どう？お、いいや。いい？あ、ビールみたい。今、この次はチャーハン作んの。あ、今からチャーハン。うん。美味しそうやね、それ。あ、サンプルなんやね。そう。なんかマンゴージュースみたいね。これちょっと失敗。あ、ほんと。チャーハンは多分失敗しないんじゃないかな。うん。充電していい。どうぞ。あー。おはよう。ガッサガサ。これやばいね。最近、りょうた人気すごいね。なぜ？じゃあ、昨日のイケメンランキングでも1位2回取ってね。たまたまやって。りょうたから見て、誰が分かったん？たまたま、いや、ゲイじゃないけどさ。あれが。ゲイではないけど。でもタイプがあるけんね。女の子ナンバーワン誰？昨日いた女の子、ね。いや、女の子少ないじゃん。まあ少ないけど、ランキングつけてよ、ちょっと。女の子ら。じゃ、つけてっていうの、誰の？つけて、誰がいた？昨日女の子。しきちゃん、うん、ポロちゃん、うん、クロロちゃん。それはポロちゃんが一応マシでしょ。え？え？そりゃそうやろ。昨日メンバー見たら。ポロちゃんは、そりゃそうやろ。じゃあさ、上中下だったらどのレベル？ああいう顔は。いや、失礼すぎやろ、この1万2、3千人の前で、この上中下できるわけないやん、ポロちゃん。言って言って、はっきり言って。失礼すぎやろ、それ。可愛いって言うんだから。めちゃくちゃ失礼やろ、それ。なんで失礼じゃないよね。失礼やろ、それ。じゃあ、違う、その男の人の可愛いとか綺麗とかわかんないから。それ俺タイプがタイプじゃない方、タイプじゃないよ、それ。あ、昨日いた。上中下で言ったら、まあ、中とかじゃないの。昨日いた人の中ではタイプいなかったってこと？タイプいないけど、チューとかじゃないの。一般的に見たら可愛いってなるんじゃない？私は何？ゲイとかじゃない。ふざけんなよ、マジで。どう見てもジョーなの。マグロで、マグロで言えばジョートロじゃない？大トロとか。で、何がいけないの、私。仕事も順調じゃん。じゃあ何がいけないの、りょうた、言って、はっきり言って。何がダメなの。何がダメなの。別にダメじゃないよ、全然いいよ。いいの。そのまんまでいいよ。そのまんまでいいの。うん、そのままで。そんなに別に。そろそろ彼氏欲しいなと思ってる。求めすぎないよ。あ、そろそろ欲しいの。もう半年以上いないからね。あ、でもなんか求めてるの、彼氏。ちょっと求め始めてる。求めてるんや。うん。ああ、でもなんかそこって一生とせんでいいと思うけどね。昨日中にいた中で、うん、私と合いそうな人って誰？ああ、奈々ちゃんと気が合いそうなの。うん。奈々ちゃんの彼氏。ちょっと外目でね。彼氏として？うん、なんか合い、うん。ゼロ、ゼロ、コマイとかじゃないかな。コマイかゼロワンじゃない？やだ。コマイかゼロワンとかじゃない？一番無理な二人や。奈々ちゃんの彼氏としたらコマイかゼロワンじゃない？多分。コマイゼロワンなの？彼氏としたら多分。なんで？多分、セラさんも多分そう言うと思うよ。なんで？コマイとか多分ゼロワンが多分一番気使わんで、コマイとかが多分一番合ってるんじゃないかな。そうなの？そう。合ってるってね、性格が？なんか似合うよね、こう。こう画角としてもやし、うん、そのなんかこう性格的な面もなんかこう気遣んでいいし、なんかコマイとか一番多分気が合いそうな気がする。
奈良ちゃんと。ああ、そう。うん。多分リスナーさんも多分言うんじゃない、多分機長とかとかよりも、コマイとかの方が。機長くんと私は合わない、なんかちょっと違うかな。仲はいいけどちょっと違う。奈良ちゃんはなんかコマイがなんか、昨日見た感じでなんか合いそう。コマイくんはデブが嫌いって言ってるよ。うん、あ、本当に、うん。多分リスナーさんコメントなんて書いてある見えんのよね、あんまり。多分コマイって書いてるんじゃない、コマイが多分合うと思うよ、一番。奈良ちゃんと多分コマイが一番付き合って、多分一番いいんじゃないかな。ほら、コマイって、ほら、コマイって書いてある。ほら、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 ほら。そうなんだ、合うって。それ、合うって正しいの、その見た目。多分ビジネス的じゃなくて、多分結構ガチでなんか。ガチで合うの？プライベートとか含め、なんかこう、お互いが気使ってない感じがいいよね。コマイとドラ猫だって。いや、ドラ猫はちょっと違う。ドラ猫はちょっとな。先生はお友達いたいかな、うん、どうなんだそこ。多分まあ受け入れやすいじゃない、リスナーさんとかも。あと、コマイとかの方がこうリスナーさんも気使わんでいいし、こう冗談でかっこいいかも言わんでいいし、うん、あ、昨日のスコア切り抜きだってこれ。どれ1位、ゼロワン君、330万円。あ、これ現金ってこと？あれ、ストレートのスコアでしょ？ストレートスコアじゃない、多分。何ストレートスコアって？だから、スピードチャレンジがないストレートのもう、その純粋スコア。ギフト投げられた数。あー、なるほどね。330万。3.3M。モンジョリ、250万ね、みんな。250万、モンジョリは。私、250万なの？うん。2.5M 約250万で、両立ち200万。うん。新越町、そうやね、130万、そうだね。意識120万。うん。オレアルは110万。合ってる合ってる合ってる、それ合ってる。これ合ってんの、うん、あー、なるほどね。これが収入ってこと、昨日の稼いだ。そう、それの半分って考えた方がいい。へぇー。それの半分かな。え、おかしくない？半分って。だからその貸し、その額の半分が収入？収入。だけど奈良ちゃんは250やけん、140万ぐらいポケットに入っとったと思う、昨日。一日で。いや、もっと入ってたよ、私。だけど、あれじゃない、残高見たんじゃない？残高だって50万しか入ってなかったよ。え、下ろしたん？もう。50万しか入ってなくて、うん、あいつも下ろす。あ、もうすぐ下ろしてる。前日が50万円だったんだよ。うん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 。それで昨日で250万になったね。え？ってことは 2.5M ってこと、 2.5M の半分でしょ？あー、違う、ごめん。2.5M の半分やけ、125、5万ドルか。うん。だから、1.25？ 190万ぐらい稼いどる。奈々ちゃんみんな。うん。じゃ違うんだね。奈々ちゃん190万稼いで、昨日1日で。5分のバトルで。ほう。うん。190万稼いでる。昨日のワンバトルだけでやばくない？やばいよね、全員。やばいよね、みんなね。やばいよね、5分間で。ちょっともう一回リスト出して。やばくない？いや、そう考えたらすごい。これみんなこれ、だから、うん、イベントやばいね、これみんな。ゼロワンさんとか相当やばいと思うよ。それが結構多い。奈々ちゃん192万4288円。でもさ、やっちょくんも多くない？やっちょどのくらい？やっちょくんが130万。やっちょもやけん100万ぐらいってことよね。しきちゃんが120万、俺はレオくん110万、ともやつくんが100。みんな結構レベル高いね。え、神様あゆみちゃんが一番少なかったの、あん中で。うん。そうなの？そうだね。そうだね。そうなるね。ポロちゃん入ってなくない？ポロちゃん低かった。うん。低い人は入れてないってこと？だから10位までしか入ってない。だから量がとか乗ってないね、その辺も。だよね。ザッキーとか、うん。そう。乗ってないよね、これね。うん。マリオくんも乗ってないよ。そうそう、だって10位までしか乗ってないよ。うん。キタピとかもいないから。チャーハンやらなくていいの、チャーハンだい。奈々ちゃん。あ、やるやる。チャーハン、チャーハン。やるやる。チャーハンね。うん、え、チャーハンにナルトなんて入ってたっけ？
なんか面白そうやね。面白いし、やる？一緒に。いや、いいよいいよ、見よく見よく。あ、じゃあ、両束両束で、これあげようか。多分間に合わないと思うかな。お家でやる？これ、自分で。いや、いいよいいよ、見よくから。じゃ、多分時間的に間に合わないかも、これ。かき氷は。いいよ。これやれば TikTok で、うん、家帰ってさ、ありがとう。え、これかわいい。なにこれ、本当にナルトだもん。ナルトだ。そういうのたまにやったな。これどうやって切ったらいいの。こうかな。サイコロ状にするから。縦にして細かくする。こう切るってことか。この溝に合わせる。あ、すごい切り、このさ、感じがいいね、この。キューって感じが。吸い付く感じ。で、こうやってカットしていきまーすと。ラーメンじゃない、ラーメンじゃない。なんかチャーハン、うっ、ちょっ、チャーハンにさ、ナルトなんて入れる？地元の中華料理屋のチャーハンかな。ひろみちゃんが配信をしてる？嘘でしょ。え？私のアドバイス通り配信者になったもん。別人？なんで別人って知ってんの？声が違うの？もうちょい大きく。はーい。え、ひろみって名前の人がいるの？どこにいるの？それ。え、ふわっちにひろみさんっているの？まあ、ひろみちゃんって名前はどこでもいそうだからな。ぶっちゃけね。日本に何人いるよって感じよ。ねえ。でもタイミング的にね、間違えるよね。昨日私行ったからね。ひろみちゃんに配信したらどうってさ。そういうね、見かけたらひろみちゃんだと思うよな。よいしょ。意外とね、私こういうの好きなんで、みんな。こういう工作とか。ただツイキャスはこういうのさ、あんま受けないんだよね。こう作業的なやつはスクラッチとか、例えば削るだけとかさ、うん、こういうハンドメイドみたいの。私不器用じゃないよ、結構器用よ。なんでもできないのはね、やっぱスポーツはダメだね。あのね、球技が私ダメの。サッカー、野球、バレーボール、あと、ドッジボールとかさ。ね。これ、チャーシュー見て、ほら。これもろうそくでできてね。見て。これどうすんの？こう切るか？小前くんの顔を見てて何？寝配信をしてんの？どこで？あ、ふわっちで寝配信してんの？ TikTok ってさ、寝配信でいいの？いや、あんま下向けない。落とされるよ。え？うん。あ、じゃあふわっちと一緒だ。うん。これめっちゃうまそうじゃない？このチャーシュー。
食べたいんだけど、お腹ギュルギュルしてきちゃったん。ご飯食べたな、母さん。食べてない。食べ行く後で。疲れてない。どこに？どっか行く？何食べたい？なんで寿司食いか、俺が送ろうか、昨日ごと。わお。寿司食べ行く？寿司いいかもな。うん。映画きついやろ。映画は、どうだろうな。こっちでもいいよ。寿司だけ行く？ダメだって、これ。配信ついてるからやめて。あ、そうか、そうやね。バレちゃうでしょ。バレちゃうね。付き合ってるって。あの、皆さん違いますよ。早いな、撤回が。いや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 。りょうたって友達いないの？いや、少ない。俺マジいない。あ、少ない。じゃあ、私と一緒だ。俺マジいないからね、陰キャ。私も陰キャだからいないのよ。俺マジいないよ、友達。私もほんと少ないのよ。だから、うん、だいたい家にいるんだよね。やろうね。俺も家やん、ほとんど。だから、配信だよね、友達はね。うん。リスナーさんとかさ。だね。陽キャっぽく見えるけど、別に陽キャじゃない。それ何、友達とご飯とかないの、あんまり。あんま呼ばれないし、誘われないし。わかるわ。うん。誘われないんだよね。でも俺なんかそこ、別にどうでもいいよね、あの、そこは。うん。子供とかと遊びたいからさ。まあ子供ね。時間たら。うん。子供いるしね。うん。そうだよね。いや、全然多くないよ。あ、別に多かったらなんとかじゃないからね。うん、間違いない。そういうもんよね。うん。なんか変に付き合いしてもめんどくさかったりするじゃん。うん。だけどなんかあえて関わらないなんか。包丁で切ったら、いや逆にやりづらいっしょ。ハサミが一番やりやすいと思うよ。でもさ、なんか本物に見えるよね、これね。ずーっとチャーシューをさ、細切れにしてる配信みたいに見えるよね。食品サンプルって言わなかったらわかんなくないこれ。ねえ。じゃあ、お次の工程いきまーす。あ、ネギも2センチ幅にカットだって、これ切んの。これとかあ、これはちょっと偽物っぽいね。ストロボみたいじゃん、ほら。これはちょっとわかるよね。ここのさ、なんか色のコントラストがないじゃん。こうなんつうのグラデーションが。ネギって白い部分と緑の部分のさ、なんかこういう筋みたいなのが入ってたりするじゃん。ねえ。あ、やだ。これは2センチ幅、2ミリ幅。2ミリ幅だって難しくない？ 2 ミリってどんぐらい？こんぐらいかな。普通に包丁で切った。あ、こういう、ちょっと太いかな、これ。こんなもん？もうちょい細い？こんぐらい？やべえ、ちょっと楽しくなってきちゃった、私。面白いわ、このネギ。これずーっとできるね、これね、ずーっと。一日中。りょうたは彼女欲しくないの？めんどくさい。縛られたりするのがだるいよね。自分の自由な時間がさ。じゃあ、ほっといてほしいタイプ付き合ってる。俺もマイペースがいいからさ。うん。そうだけん。あんまり彼氏とか彼女はいらんから。ああ、そう。りょうた、ん、色恋みたいにしないもんね。俺別にそっくりしてないよ、そんなの。応援してーっていうタイプだもんね、うん、純粋に。俺純粋にそんなのしないからね。うん。でも色恋して、ねえ、奥稼げんだったらやるよな。少ないよ、そんな、あの、なかなかいないよ。え？そんな色かけまくってさ、そんな。そうだよね。うん。あ、チルジュで。うん。
あ、大丈夫。あれ、待ってて。私が無限くんだったらバンバンババア抱くもんな。いいやろ、そうやろって言ってね、わかるやろって言ってね。こっち来いよとか言ってさ。じゃあこのカップをこれ作ってみたいでしょ。見るとやりたくなるでしょ。そうだね。でこれにライス、これ超リアルじゃない、ほらお米にしか見えないんだけど、すんげーリアルじゃないこれ。うまそうね、食べちゃおう。りょうた食べるこれ。これ何？お米。いや、いらない、いらない。食べれないでしょ。食べれないけど、なんか食べてみたくない？いらんよ、これなんか一粒食べる。ロープレーサーみたいやん。うまそうなんだけど、めっちゃ食べれんのそれ、ほんと無理でしょ、それローだよ、全部ろうそく。ちょっと食べてみて、一回一個食べてみるよ。うん、味見してみて。どうだろうね、味ついてんのかな。食べれんのそれ。あ、硬っ。そりゃそうやろ、ゴムみたい。そりゃそうやろ、食べれんやろ、試食、そのサンプルやから。なんかね、ろうそくじゃないこれ。え、でもさ、このさ、今口の中に入れたこのなんか濡れ感がお米じゃない、ほら。すごいよね、気持ち悪い。なんか、なんか汚ね、汚ね、マジで。この感じ、汚ね、指の唾液がついと。汚ね。じゃあこれをここに入れますよと。こういうふうにね。あ、ちょうどよかったね、これコップね。うわー、でもうまそう。美味しそうやね、確かに。卵チャーハンって感じ。うん、それで半分で書いてるよ、みんな。あ、ごめん、半分だね。うん、じゃあ戻そう。こんぐらいかな、もうちょいかな、このぐらいかな。半分って難しいな、半分って。大体でいいかな、大体でいいよね。じゃあお次、割り箸でよくかき混ぜますだって。次、接着剤はどんぐらい入れんだ。接着剤も半分、お米も半分、接着剤も半分入れると。これね。じゃあこれ半分。わお、なんか面白いこれ。え、半分入っちゃったかな。こんぐらいでやめとくかねえ。ちょっと入れすぎもあれだからね。だこれを混ぜ合わせますと、こう、え、どういうこと？これで何になるの？え、全然チャーハンじゃないじゃん。これがどうやってチャーハンになるの？納豆みたいな。あ、そうだ、クリアになるのか、乾いたな。今は白だけど、海苔だから透明になるってこと？俺。おしょ。どんぐらいかな？適当でいいかな？もう大丈夫かな？こんぐらいで。だいたい混ざったかな？そうね。今の段階ではチャーハンって感じしないけどね。じゃ、混ぜ合わせましたと。
んかでも、ぽくなってきたな。いや、足りなくないんだよ。これを薄くやるんじゃないかな。こういうこと？この二段、ここのあたりぐらいまでかな、こう。え、これ、まあ、大体でいいんじゃない？大体ね、適当がいいんだよ、適当がこういうのね。で、中心だけ高くしとけばいいんでしょ、こうやってね。でもさ、半分のチャーハンはどこ行くんだ、マジで。これで大体隠れたかな？どう？どうすかね？こんもりなってるよね、これこんもりほら。いいじゃん。いいね。はい。じゃあ次行きまーす。こちらね、こちらにまた、残りのご飯と具材を全部入れちゃうんだね。じゃあまずチャーシュー入れるね。チャーシュー、あ、マジうまそう。え、グリーンピースとかもあるの？これ卵、あ、たこれか、ここにあるね、ほら。ネギも入れます。ネギも2種類。白と緑。はい。美味しそうじゃないし。いや、具材入れると美味しそうに見えない？だんだん美味しそうに見えてきたね。ほら。いい感じになってきたね。ちょっとお腹空いてきちゃったんだけど、偽物に。偽物に私の胃袋が反応してるわ、これ。ギュルギュルギュルになってきた。うん。じゃあ次、こちら、卵ね。これは、卵とグリーンピース。これめっちゃリアルじゃない？このグリーンピース。卵も結構リアルよね、これね。なんかこのカップラーメンとかにこういうの入ってるもんな、こういう卵。カップヌードル入ってるよね。醤油みたいなやつに。うわー、美味しそう。めっちゃうまそうやん。それでまた海苔を入れるんだって、これは。あ、これ接着剤をね。綺麗ね、色味ね、これ。どう？良くなってきたね。で、これを残りの接着剤をここに入れます。だってのろーんってね。そう、今夏休み中だから、ちょっとこういうのやってみようかなってね。子供のいる家庭がある人も見てるでしょ？お母さんとか子供とか。自由研究みたいなもんだよね。工作とか。で、これも混ぜ合わせまーす。いや、混ぜんのそんな大変じゃない、意外と。ただこの、こういうところにくっつくのが私嫌なんでね。こういうのこだわる人ね。もう一回一回こう取んないとね、次混ぜれないみたいな。結構神経質なの、私。
かんこう箸についてるの嫌なんねん。だ昨日さ、サービスエリアでみんなでご飯食べたんだけど、私の箸にさ、めっちゃご飯がついてて、もうそれがすっごい気になって気になってさ、ご飯大盛りのとんかつ定食にしたんだけどね。で、ご飯ね、マジでね、大盛りにしてくんだよ。でね、キュウリのキュウちゃん、おしんこみたいのもさ、ついてて、これ、これも大盛りにできますかってさ、ね、やってくれたんだよ、おじさんが。そんな食べんのとか言われて。え、おしんこもとか言われたんだけど、ダメって甘えたらいいよって言われた。ご飯も結構特盛りだったよ。脅してない脅してない。ご飯だから無料なの。陽太は昨日何食べてたっけ？ラーメンだけ、ラーメン。ラーメン。刺身。あのさ、セットがなかったんだよね。そう、なんか。私はミニチャーハンセットがすごい食べたかったんだけどさ、うん、カレーしかなかったもんね。そう、カレーセットしかなくて、そうなんや。マジショックだったんで、本当はラーメンの脳みそだったんだけど、うん、次の選択肢がとんかつしかなかったんで、そしたらさ、女の子たちみんなとんかつだったんだよね。なんかポロちゃん、神谷由ちゃん、私がね、とんかつだったの。時間的に言うともう12時回ってたよね、1時ぐらいか。1時とかよ。みんな、うん、みんなね、とんかつ。じゃあこれ入れますね。さあ、どうでしょう。仕上げ。ステップ4のライスの上に盛り付けるって、ここに。だから、あ、ここちょっと見えちゃってね。こうやろうかな。この辺りがいいね。盛り付けまーす。じゃあこれ乾くかね、糊がついてるかな。乾いたら透明っていうか普通に戻るからね。ちょっとまだ時間かんじゃない、これ乾くのに。こうなんかこううまーく丸にしたいよね、これね。字が見えちゃってるのがダサいね。ちょっと持ってこようかな、こうやって。真ん中にがモリモリになってれば美味しそうなんでね。こういう感じで。さあ、どうでしょう。すぐ乾くんじゃない？それともドライヤー当ててみる？ドライヤー当ててみる？これ。まだ白色になってるけど、グリーンピースいる？ここにほら。土台が見えてる？細けえなぁ。そういう人ってあれだよね、多分。トイレとかさ、行くとさ、スカートからティッシュ、トイレットペーパーはみ出しちゃう女よ。そういうしつこい女ね。パンツからトイレットペーパービローンみたいなさ。はみ出たことあるしよ。そういう感じよね。どちらかというと。ちょっと乗せた方がいいな、レンゲに。
ネギも入れてあげる？どう？ん？うん。できた？まだまだ乾いてから。うん。なんで少しなの？何の話をしてんの？あ、この何？これをもっと入れろってこと？だって他が足りなくなっちゃうじゃん。一口分入れるといい？でもこのイラスト、イメージ図はそんな人、ああ、そういうことね。なんかでも境目がないんでね。境目がこう出た方がいいよね。ちゃんとはっきりと。なんか一体感になって、お茶爆センキュー。いい？なんか、りょうたの口癖映ってきたよね、一緒にいると。いい？大丈夫？ねえ、わかる？いい？言うよ。うっさ、俺言うよ、そんな。ねえ、いい？俺言ってる？うん、いい？って。俺言うかな？言うよね。俺言うかな？本当？え？え？本当？俺言うかな？言ってる？言ってる？やこましいがただ真似してるだけやん。ただ真似してるだけやん、それ。髪の毛なんか入ってないっしょ。どこに髪の毛入ってんの？入ってないよね。スプーンの下に髪、あ、いた。よく見えるだね、これね。すごくない？これが見えるの？ここにいるんで髪の毛が。ずーっとそういうさ、アラを探してんだろうね、多分ね。じゃあなぜかっていうと、全然気にしなかった。私が例えばさ、足を出してさ、写真をツイートするじゃん、ミニスカを、うん。そうすると、その足んとこドアップにして、うん、ニキビを探したりとか、ブツブツを探したりとかするんですよ。それもうストーカーやん、もう。あ、ちょっと乾いてきた、これ。もう、行く？ドライヤーかける、これ。どうしますか、みんな。ドライヤーぶっかける。どうだろう、さっきよりは美味しく見えるかな。まあ完全に乾くのは明日かな。一日かけて乾くことじゃないかな。どう？完成でーす。チャーハン。美味しそうね。いいんじゃない？炒めちゃダメ。ちょっと明日までかかるかもね、こうちょっと白っぽいとこは。乾いたらまた見え方が違うんじゃない？ちょっとマヨネーズぶっかけたみたいになっちゃってるもんね。今日のご飯はこちらです、みんな。チャーハンと、生ビール。こちらでどうですか？今日のご飯は。あ、でもこれも、あ。これプリンも作れそうじゃない？これ。作れるよね、プリンも。この泡で。
この弾力プリンだよ、ほら。すごいね、この弾力を。ほら。どうせ暇だろ、やれよ。もう。で、これだけだと100度になっちゃうから高すぎるよね。80度って書いてあったからね。この中の水を入れまーす。このぐらいからもうちょいかな。で、熱湯だからさ、80度から90度って書いてなかったっけ？そりゃそうやろ。これ90かな。90だね。はい、カップに氷の材料を入れまーす。わ、ふわふわ。これ絶対あれでプラスチックだよね、これね。吸ったらいけないやつよ、これ。喘息になるね、これ。これ何？これ雪、あの、氷。あ、でももうこれだけでかき氷だね。ねえ。だワンチャンさ、これ固めなくていいんじゃない？今思ったけど。じゃあ、ふわふわ飛び散っちゃうけど、完成させるために、だってまたさ、乗り入れたらだって時間かんない。明日まで待てる？みんな乾かすの。明日の朝見に来る？完成図は。完全に固まるのに時間かかるじゃん。黙ってやれ、うるせえな。殺すぞ。で、これを混ぜ混ぜしますね。で、命令する人は嫌なんだよね。なんとかしろ、あれしろ、これしろ。確かに。そうなんだよ。やだ、これ、めっちゃ難易度高い。もうこういうの気になっちゃう、やだ。ああ。どうしよう、これ。じゃあ、はみ出ちゃうのに優しくやるのかな。あ、もうどうしてもはみ出るわ。もういいや、こうやってね。はみ出る前提で考えればいいんだな。もう！もう無理、これ。こんな難しかったっけ？嘘でしょ？ここに糊がベッドベトルくっついてるからダメなんじゃないの？ゆっくりやればいいんだ、ゆっくり。こんぐらいね。こうだ、こうだね、こうだね。ゆっくり、ゆっくり。ゆーっくりかけますね、こうね。いや、カップでって書いてあるね。皿でなんて書いてないもん。あ、でも大体こうしなってきたら、あとはこぼれないかもね、こうほら。ね？そこまでが大変だけど。こうなんか体積が減ってきたらね。え、これだ、どんぐらいまでやればいいの？まんべんなくやるのかな？馴染んできたでしょ？下が全然固まってないね。よいしょ。よいしょ。
ケオッケオッケ。寝ちゃった？よいしょ。まだかな、これどんぐらいなの。こうくるくる回すか、こう。こんな感じでいっか。よし、今行きましたと。ああ、もうムカついてきた、これ。もう下捨てじゃん、これ。めんどくせえかも。ねえ。まず一つ目かな？うわ。いいんじゃない？いいよね。すごい、なんか美味しそうな色だわ、これ。さくらんぼっていうか。じゃあ入れました。で、かき氷を盛り付ける。割り箸で氷をつかみ、数回に分けて盛り付けていきます。最初は底のシロップを押し上げるように。どういうこと？最初は底のシロップを押し上げる。押し上げってどういうこと？どういうこと押し上げって。え、前もこのくだりあったの？同じ？だって意味わかんねえね、押し上げるってね。あ、やだ。押してあげる？こういうこと？一回、押してあげるみたいな、こういう感じない？入れて、押してあげるみたいな、こういうこと？こういう感じ？もっと押した方がいいんだって。あ、それで染み込ませんのか、下にね。あー、でもなんとなく分かってきた。あー、はいはい。なんとなくそれっぽくなってきたね。押すようにしてあげる。だからそれがわかんないんだ。どういうこと？お、押すのかあげんのかどっちかにしろって感じるね。押してあげるって難しくない？マジで。上の方に押してあげる？上、どういうこと？こういうこと？混ぜるってこと？切るようにだったら切るようにって書くじゃん。普通に。天にかざす？じゃんけんの時じゃないんだかな。なんで混ぜんだか、押し上げるってどういうことなのよ。混ぜるってことじゃない。なんなの押し上げって。本当に意味わかんなくね。わかる？みんな、私だけ理解できてないの？押し上げ
上下にどうやってやんのこの橋を。押すってこと、こういうこと？そうそうって言ってる人いるよ。押してふわっと、じゃあこうじゃない、つまんでこうじゃないの？ふわっとさせんながの。押してあげるみたいな。で、押し上げますと。でも実際かき氷ってこうやるよね。こういう感じで盛り付けるとき。キュッキュッキュッみたいな。するよね。手のひらとかね、キュッキュッキュッと押してね。うん。これね、チェリー。真上じゃおかしい？横の方がいい。ここ？横ってどこよ？ここ？上でよくないって言ってる人いるよ。みかんは冷蔵庫にあるの。でも立てた方がかっこよくない？ピンとまっすぐ。パフェみたいに、ほら。白が多すぎね。まだ白、あ、白、なんかシロップまだかけるのよ。こういう感じ？こういう感じなんだよね。これどう？埋もれちゃった？じゃあこうちょこっと出してあげる。こう、ほじほじとして。これどう？ここじゃない？これじゃない？よくなったね。それで仕上げのシロップをかけ、2個目のシロップと同じで、ね、氷の上にかけますと。ここセンスあるんじゃない？これ難しくない？シロップ。
どうやってかけるよ、これ。どうやってシロップかけるかな。ぐるぐるぐるってかける、それともシャーってかける。丸く。高い位置からかけるのね。はいはいはい。よし。いきますよ。これさ、そんな全部使わないんじゃないこれ。どう？もっとかけた方がいいかな。こうだね、こうだね。やっぱ使った方がいいんだ、全部。どうでしょう。じゃあいきますよ、みんな。かき氷、じゃじゃーん。低い。でもさ、皿がちっちゃいからこんなもんでしょ、多分。皿がちっちゃいかな。だってどう、横からポロポロ落ちちゃうもん。いいよね、美味しそうだよね。あ、じゃあ完成しました、三姉妹が。今日の三姉妹、じゃーん。まずチャーハンでしょ。チャーハンに、かき氷に、生ビールと。いいね、美味しそうね。いいですね。できましたー。完成。チャーハンのクオリティが一番高いかな、こう見ると。ビールやっぱ失敗ね。ビールが失敗だと思う。ビールはやっぱりこの、これがあったらおかしいんだよね、ここのボコボコが。おや。ここはやっぱまっすぐじゃないとさ、この境目が綺麗じゃないな。おつじょりでーす。おつじょりでーす、皆さん。